どうも、タカチャンネルのタカです。皆さん、お元気してましたでしょうか？僕のチャンネルでは、ちょっと新しいガジェットやリュック、そういったガジェット製品や日常製品をですね、いろいろと紹介させていただいている、まあ、マルチなレビューチャンネルです。このように再生リストをまとめさせていただいております。ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。はい、今回なんですけども、今ね、もう見てわかる通りですね、絶賛引っ越しの準備中です。引っ越した先で、僕はね、またちょっと、いろんなものを新調したいなと思っていて、っていうのも、生活雑貨品とかそういったところがですね、だんだん型が来てるんですよね。例えばなんですけど、今使ってる僕のこの枕なんですが、もう枕もですね、これもう3年ぐらい使ってるのが、だからもう結構ね、基盤でも来ちゃうし、なんかちょっとへたっても来てるんですよ。なのでそろそろね、ちょっとこういった寝具とかもね、リニューアルをしていきたいなって思っていて、で今回そんな中でですね、ちょっと枕メーカーさんにはなるんですけど、枕のメーカーさんがですね、この枕いいですよ、使ってみてくださいっていうことなので、ちょっと使ってみようかなと思い、今回はこちらの動画を作らさせていただいております。はい、今回紹介するのはですね、こちらです。プシュッ、こちらの現在、Amazon の方で、販売をしております。これはね、エウドゥンって読むのかな、ちょっと読み方メーカーさんのやつわからないんですけども、低反発で、でなおかつ首が痛くなりにくいですね、枕になっております。で僕もそうなんだけど、枕結構高い方がですね、いいタイプの人で、結構ね、寝る時ってそこね、分かれると思うんですよね。枕が低い方が寝やすいとか、枕が高い方が寝やすいとか、まあそういった人って結構いらっしゃると思うんですよ。今回のこの枕、面白いのが、寝る時に枕を設置しますよね。枕を設置する方向によって高さが若干変わるんですよね。なのでそれによって高さ出しをしたい人は高い方から寝れるし、低い方がいいよっていう人は、ね、低い方からも寝れるような、ちょっと面白い形状の枕になっています。でなおかつ、こちらの枕なんですけど、真ん中の中心部分に多少くぼみがあることによってですね、首も痛くなりにくい形の枕になっていますので、ぜひですね、首が痛いとか、ちょっと枕新調しようかなとか思っていた方いらっしゃったら、様々なね、ちょっと機能も持っていますので、そちらも含めて今回紹介するので、ぜひご検討ください。早速こちら枕開封していってですね、どういった機能があるのかとか、肌触り含めていろいろと紹介していきましょう。レッツゴー。じゃあ早速なんですけども、こちらのね、枕をですね、実際に開けていこうかなと思います。はい、パッケージとしてはこんな感じになっていて、メモリーフォームピローって書いてあって、まあ低反発枕になっています。で、頭肩首をサポートしてくれる枕になっていて、人間工学に基づいたデザイン、正しい寝姿勢を維持することができる枕みたいです。枕自体は届いた状態ではこんな感じでですね、コンパクトな感じでですね、まとまっています。はい、で中身を開けると、うい、最初はちょっと空気入れるためにこうふかふかしなきゃいけないのかな、けども、何回かすればすぐに元通りになる感じですね。で枕の向きっていうところなんですけど、この真ん中に灰色の、このゾーンがある方が表向きで、この下のね方は、裏面はね真っ白な感じになっているので、まあどっちが表でどっちが裏かっていうのも非常に分かりやすい、形になっています。はい、こちらの枕なんですけども、低反発素材×2つの高さ、さらには3層構造っていうですね、面白い作りを施した枕になっています。はい、なのでちょっとそこら辺のところも含めてですね、スペックもいろいろと紹介させていただきましょう。まず機能性っていうところで言うと、枕って寝る以外の機能あんのっていう風に皆さん思われることございません？そうなんですけど、実際ね、機能っていうのは結構たくさんあるんです。はい、今回のこの枕に関しましてはこのような形になっていて、まあ先ほど言った高さ調整もそうなんですけども、枕って今ねやっぱこの暑い時期使うとですね、汗とか結構吸うじゃないですか。でやっぱそうなってくると、通気性がいかに重要かっていうところを求めると思うんですよね。ただし今回の製品に関しましては、通気性にも優れた素材を使っているので、そういった汗をかいた時にも大丈夫っていうところはいいでしょう。で普通の枕って真っ白だと思うんですよ。なので汚れとかも結構目立ちやすいんですが、今回のこの製品、真ん中の人が寝る部分に関してはグレーの結構暗めの色になってるんですよね。なので長年使っていただいた時にですね、まあ結構汚れとかそういったところも目立ちにくいっていう形にもなっていますので、そこも結構ね、僕的には今回の枕のいいポイントではないかなっていうふうに思っています。はい、でサイズ感っていうところなんですけど、サイズ感はね、まあ一般的な枕よりちょっと厚みがあるかなっていうような感じにはなってるんですが、約 56×28×5.5 もしくは 10.5 という形になっています。はい、この横にした時に分かりやすい
いんですけど、こういう感じでね、内側に行くにつれて太くなる。で、こっち側に行くにつれて細くなる。みたいな形ですね。はい。で、枕カバーに関しては、ポリエステル 100%。で、インナーカバーに関しても、ポリエステル 100%。で、中の枕の本体に関しては、ポリウレタンを使ってるような形になっています。はい。こちらの枕なんですけども、様々な寝方に、特化したですね、枕になっていまして、この枕、ゾーンが分かれてるんですよね。はい。どういったゾーンになってるかっていうと、こういうゾーンになっていて、全部で4つのゾーンに分かれてるんですよ。はい。まずは、A ゾーンっていうのが、ここの真ん中の部分。この真ん中の部分は、仰向けに寝た時のですね、頭のサポートエリアとして使うことが可能です。で、こことここが B エリアになっていて、横向きの寝た時のですね、頭のサポートエリアという形になっています。はい。一方、ここの部分ですね、エッジの効いた、このちょっと飛び出たここの部分に関しては、C というエリアになっていて、肩を優しくフィットしてくれるような形になっているので、頭だけじゃなく、肩とかそういったところにも配慮しています。で、先のここの部分ですね、ここの部分が D エリアになっていて、ここが、いわゆる脊髄を優しくサポートしてくれるような感じです。従来の枕で言うと、やっぱりこういう平坦な枕になってきているので、どうしてもですね、不安定で、こう枕自体の高さっていうのをですね、何個か積み上げないとですね、いい形にならなかったりとかもしたと思うんですけども、今回のこの製品に関しましては、高さ出しもしっかりできる形になっていますので、人間工学に基づいたデザイン設計により快適な睡眠っていうのを実現できるような形になっています。はい。で、実際のこの枕なんですけども、今こう触ってみて触り心地どうですかっていうところなんですが、触り心地に関してはですね、非常にサラサラしたような感覚のここの部分になっていて、結構夏場とかでも汗かきにくいんじゃないかなっていうふうに思います。で、ここら辺のサイドの部分に関してはですね、しっかりとこう、なんかこうふんわりとした感じのですね、心地よい肌触りの感じになっていて、寝心地としても非常にいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、この枕のいいところはですね、この上の部分、このカバーですね、このカバーはね、ここ開けていただくと、ペロッとめくれます。なので、枕カバーだけをですね、実際洗うっていうのもできるので、そこも結構ね、個人的には衛生面を保つっていうのもいいんじゃないでしょうか。はい。で、この枕の下に出てる、この、クッションですね。これただのスポンジではないんですよ。これ実は、スローリバウンド、60D 密度メモリーフォームっていう形になっていて、こういう風にね、腕を押し付けた後、戻りっていうのが非常にですね、ゆっくりなんですよね。はい。なので、そういった意味でも、この形状記憶っていうのがしっかりしてるので、自分にフィットした枕っていうのが比較的作りやすいんじゃないかなっていうふうに思います。個人的にはこのカバーが洗えるっていう点がね、やっぱり一番いいですよね。はい。こういった特殊形状の枕になってくると、どうしてもね、専用の枕カバーになってきてしまうので、従来品でなかなか売ってないんですよ。なんですけど、今回のこれに関してはそこが売っているっていうところが特に良かったです。はい。で、さっき触ったところの白い、いわゆるカバー、この中のねカバーに関しましても、これ一番上が1層目のカバーなんですよね。で、このもう一個ここにこういった形でカバーがありまして、これはポリエステルジャージのインナー枕カバーになってるんですよ。なのでカバーが2段階になっているっていうところからも、この一番下のメモリーフォームまで汚れが到達しにくいっていうところが、この枕のですね、いいところかなと思います。従来の枕ってやっぱね、一層構造になってしているので、そういった意味ではですね、この下のメモリーフォームがどんどん汚れていって、匂いとかそういうのを発しやすいんですよ。なんですけど、今回はそこら辺のところをカバーで抑制してくれてるので、そういった意味では非常にね、優れてるんじゃないかなっていうふうに思いました。じゃあ早速なんですけど、実際にですね、この枕を使って寝転んでみて、頭に当たった時のフィット感とか、そういったところを含めてですね、いろいろとご紹介できればなというふうに思います。はい、じゃあ早速なんですけど、こちらのですね、枕をですね、実際使ってみようかなっていう風に思います。はい。枕としてはですね、置いた時はこんな感じです。ちょっとやっぱり高さが出てるなっていうのがわかるかなと思います。じゃあ早速ちょっと寝転んでみましょう。僕は高い方が好きなので、前面を高い方にして、後面に行くにあたり低くするようにちょっと一回してみます。はい。今ちょっと寝てみています。こういう風にするとね、なんか面白い感覚にはなりますね。ここがしっかり上がってんだけど、この奥につれて低くなってるから、なんだろうな、ちょっとなんか今までの枕とは感覚が違います。けど、気持ちがいいのは気持ちがいいですね。で、ここの、真ん中の A のエリア、ここがね、サラサラしてるので、そういった意味では、かなりですね、ここの部分、肌触りとしてもいいなって感じがします。はい。で、横にこう向くとどうかっていうと、
横にこう向いた時もなんかね、枕自体の大きさがちょうどいいんですよ。なのでそういった意味ではですね、あんまりこの枕を使った時にはみ出るなって感じはあんましません。うん。で、高さがちょうどいいので、なんか動画とか見ながらこうやって寝るっていうところもしやすいなって感じはしますね。うん。いいよ、悪くない。で、こうやって見てもらったらわかるんだけど、こうやって見てもらったらよりわかるんだけど、ここのね、D のエリアが肩しっかり乗ってるんですよ。それによって肩サポートっていうのもしっかりされてるので、そこも結構ありてんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん。悪くないな。うん。仰向けで上見て寝る限りでは全然悪くないですね。ちょっと、この枕の位置っていうのを逆に変えてみましょうか。こっちの方がいいわ。なんか、普段から枕を2段重ねにしてる人とかだったら、こっちの方が枕的にはいい形になってる気がする。うん。やっぱりね、頭がさっきと違って後ろに行くにつれて上がっていくから、寝やすさはこっちの方が寝やすいね。うん。あと肩の、まあこのサポートするところも低い方が乗りやすいから、個人的にはこっちの方が僕は好きだなって感じがしました。うん。いや、結構寝心地いいよこれ。うん。ちょっとうつ伏せにもなってみようかな。はい、うつ伏せになってます。うん。うつ伏せになった時もね、悪くない。ただちょっとうつ伏せにしては腕をね、置くスペースがちょっと若干少ないので、もう少しでかくてももっといいのかなって感じはします。はい。まあでも、いや、うつ伏せの寝心地自体はね、特に悪くないなって感じがしますね。うん。はい。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、こちらの Amazon で現在販売中の低反発の首が痛くならない枕をご紹介させていただきました。どうでした？まあ実際のところで皆さんもやっぱ寝てみないと、あの動画だとわからないところって結構あると思うんですよ。なんですけども、まあ個人的な感想としては、今まで僕って枕を2段階にこう、枕を2つね、こう並べてですね、いろいろとこう試行錯誤しながら寝ていたんですけども、今回のはですね、ある程度高さがあるので、これだったら俺枕1個でもいいんじゃないかなっていう風に思いました。で、枕を2個にするとやっぱりいびきが結構ね、うるさくなったりとかするんですよ。なんですけど、今回のこれに関しては1個になってるので、そういったいびき改善っていうところでもいいんじゃないかなという風に思います。で、実際この上で、まあ、あの頭を転がした時もですね、なんかこう嫌だなっていう不愉快感っていうのも結構少なかったですし、真ん中の部分がとにかくサラサラしていて、この暑い寝苦しい夜とかそういったところにおいてもですね、寝やすいなっていう風にやっぱ感じました。なので、あの個人的には結構ね、あのこの枕いいと思います。うん。ニトリとかの枕も結構安くていいものはあると思うんですけども、まあアマゾンとかで枕って今まで買ったことないんですが、こういった枕売ってるんだったらアマゾンで買ってもいいのかなって感じはしました。はい。ぜひですね、枕なかなか買い替える機会ってのはないと思うんですけども、あのぜひね、もう1年使ってる、2年使ってるとかいう風にいらっしゃったら買い替えてみてはいかがでしょうか。新しい枕になることによってですね、やっぱりね、まあこう寝る時の方気分も良くなりますし、個人的には寝心地っていうのもアップするかなっていう風に思いますので、ぜひ購入してみてください。僕の概要欄からあのこちら買えるようにしておきます。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー。